乗り切った瞬間で力を握るということを意識して行ってください。それでは上脇を全力で30分号令を堀本中野先輩方にはお願いします。ただまっすぐ入る、なんとなく入るのではなくて、しっかり相手の正中線を捉えるイメージ。このまままっすぐ入ってもそのままカウンターを食らって終わってしまいますので、しっかり相手が嫌がるところを想像して、そのまま相手の正中線を取り続ける。そこから相手が構えを変えても正中線を取り続けるという意識を持ってこなしてください。よし、構え、よし、あー、始め、下がる下がる下がる、オッケー、
位をする、そこからもう一歩入る、しっかりついて腹位をしてからもう一歩入るということを、次の修練から意識して行うようにしてください。はい、 OK、 斜め入って千鳥入って、千鳥に突きを解放してる。はい、そう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 、大会後の終了日、一番私は大切だと思ってます。大会で嬉しい思いした人も悔しい思いした人も、しっかりそれをエネルギーにして日々の終了につなげてほしいと思っているので、そこで大会終わって一番最初の終了日、そこで自分たちの悔しい思いだったり嬉しい思いをぶつけられるかが一番の成長の、一番一歩にあると思いますので、やっぱりそこで自分の悔しさをぶつけられるやつが成長するやつだと思いますので、しっかり大会終わってもしっかり自分たちの思いを、これからにつなげていくようにしていきましょう。はい、ライさん、やっぱりイメージが、まあまあ